私の熱狂パワフルプロ野球2014日本一ソフトバンクホークス、セリーグ優勝我が東京読売巨人軍大祝勝会の末期。このコーナーは九州量販とファミリーマートの提供でお送りします。さあここからはユーストリームでもお楽しみいただきます。どうも、今日はホークスのユニフォーム着てます。はい、ということでございましてですね、今日はですね、なんか どうしました。あ、虹が見えるんですか。虹が、じゃあちょっと虹見てみましょう。虹が本当だ。NBC から見ますとですね、ちょうど桜島の向かって左側のあたりですかね。そうですね、上がって左からですね、私立病院の方に向かって、あら、まあ、大きい虹が今朝も見えましたもんね、桜島。そうだった、ような形で ね。で、虹のことに触れようとしたら、はい、本番が始まったら虹が消えててですね、なくなってましたね。話の内容を変えないといけないっていうことになったわけですよね。そこはいいじゃないですか。だったんですよ、だったんです。はい、まあ今日はですね、この虹もホークス日本一を祝うかのような虹なんじゃないでしょうかね。お、うまいこと言うた。いや、そうですか。あれ、なんでなんで、いや、ロマンチックが止まらない。ロマンチックが止まらない。かこいちゃんね。はい、まあ改めましてソフトバンクホークスファンの皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。日本一でございました。いよいよ、まあいろいろリーグ戦といい、そしてまあクライマックスシリーズといい、最終戦までもつれたんですが、結果日本一ですからね、素晴らしいことだというふうに思います。たくさんの方からですね、祝電が届いております。はい、祝メールが、ホークスファンの JJ ジャックスさんです。ホークスの大祝紹介ということで、今年のホークスは他球団選手をヘッドハンティングする補強でダントツ優勝候補に挙げられたんですが、毎年の恒例行事の故障者続出、中継ぎ登板方による後半大失速で、気がつけば最終戦決着でしたね。ヒヤヒヤリーグ V とクライマックス優勝となりました。日本シリーズもヤフオクドーム最終戦で日本一で、しかも守備妨害でゲームセットと、何もかもドラマチックな戦いだったと思う。で、守備妨害ででしたよね、確か。そうでしたね、でありましたね。 みんながあれってなってましたよね。戸惑って、ただこっちで阪神の皆さん抗議してる中、こっちで胴上げが起こるという、かつて見たことがないようなシチュエーションでしたが ね。でもそれでも日本一ですよ。やっぱり途中からの投手陣は素晴らしかったですね。ホークスのね。あと、まあ、やっぱりその日本シリーズという最高峰の戦いをですね、もう全く緊張感もなく見れる、これはこれで野球として楽しいなと思いましたね。いつもほらね、負け惜しみじゃねえよ、負け惜しみじゃねえよ。ね、いつもはね、我が巨人がいて、そういう風にこうヒヤヒヤしながら見れたけれども、ですね、もう今年はね、楽しいんで、一野球ファンとして、お好きにみたいなね、お好きにお好きに一言じゃないですか。日頃っかさん、反省点はありません。はい、むしろ病気の奥様を気遣いながらも、グランドではそれを見せなかった秋山前監督は本当に大変だったと思います。最後、闘病の末にお亡くなりになられた奥様のご冥福をお祈りいたします。秋山監督は本当にそういう中で、で、なんか知らなかったですよね。どういうその心のコントロールができてるんでしょうね。なんかそう、王監督もそうですし、そうですね、星野監督もね、そうですね、戦う人って、そのすごく愛妻家だとも聞いてましたけども、すごいやっぱハートが強くないと、いろんな面で ねできないなと思いますよね。そうですね。島中さんです。リーグ制覇は両チームとも潤沢な資金でかなりの補強した結果ではないでしょうか。ソフトバンクさんと我が巨人ですね。ですが、高さんチームは日本一に、うさぎさんチームはクライマックスシリーズ4連敗で敗退という結果で、リーグ3連覇が薄くなりましたね。まあでも
潤沢な資金で今度は誰かを取るんでしょうねといただいてますが、今のところですね、まあ、相川さんとそして金城さんというところで、まあまあまあいい選手なんですけど、はい、うおーっていうような感じじゃないですよね。相川さんはどこから？あの西浦さんのところから。ヤクルトさんですね。はい、です、あのヤクルトさんのカレンダーに載ってたらしいですもんね、写真が。あ、年間カレンダーに載ってたらしいです。はい、名越さん見てください。あ、これ西の声じゃない。いやいや、すごい今ひどい笑われしましたよ。そんな滑り方しないですよ。名越さんちょっとこれ見てください。こんな言い方じゃないです。まあニュアンス、これニュアンスこれね、はい、西ごめん、本当西ごめん、本当怒られる。悪意はない。事故だ。いやいや、悪意だらけでした。ハプニングだ。コーギアスさん、ホークスの反省、リーグ優勝に日本一、反省することなんてなーし。まあ強いてするならやっぱりマジック点灯するも勝てず、魔の連続フォアボール、ありましたね、連続フォアボールで岩嵐投手が何個か押し出しをして、押し出ししてるに、もう普通だったらそのパンパンに塁が詰まった時点で交代なのに、秋山監督がもうあれ完全に押し置きだべ状態ですよね。へー、もう前どうにかしろみたいな感じで全然変えなくて、へー、負けましたもんね。そういうのもなんか厳しさとしてね、要するにこういうことでしょ、我々が滑って、うん、もうこれ以上この冷え切った空気を温め返すことはできないけれども、はい、うん、そこを自力でどうにかしろみたいな、無理、そんなハート熱くございません、最後まで戦い抜け、すいません、フェーダーを下ろさせてください、こっちに帰ってくるな、いや帰ります、むしろただいま帰りました。ねえ、はい、そしてこちらはホークス大好きさんです。いつもお会いしますね。いよいよホークスの反省会、今年はリーグ優勝日本一なので、まあいい年だったと思います。しかしハラハラしたな。来年は工藤新監督のもとどういうシーズンになるのか楽しみですといただいておりました。まあ、あと来年からは9年ぶりに怪物松坂大輔投手が入ってきますからね、はい、来ますからね、やっぱり松坂さんといったら期待せずには入れない、でヤフオクで投げる松坂投手はどんな感じなんだろうというのをですね、もうね、心から本当見たいですよ ね、ユニフォームのイメージも気になりますね。そうですよね、18番がやっぱり似合うんですよ、松坂投手は ね、さあ続きましては巨人の大祝紹介でございます。あ、もう一つあった、はい、ホークスルーラーピップさんですね。ルーラーピップさん、ソフトバンク3軍投手コーチに、なんと DeNA 用語係の入木優作さんが就任しました。苦労人が、工藤監督に壊れて現場に復帰するんです。ネイチャーからコーチにっていうことで、ネイチャーってあの奄美大島で DeNA でキャンプに行ってた時に、はい、まあ大事な用語係もだったんですけど、大事なうなぎの世話っていうのもあったんですよね。うなぎを奄美のところから取ってきて水槽に入れてみんなで飼ってて、飼ってたんですか。まあまあ入木さんが取ってきたんですよ。で生かしてたんですけど、その責任者が入木優作さんだった。すごい。そうです、あの、そんなこともなさってたんですね。何度かスポーツ新聞に水槽のうなぎを見つめる入木優作っていうコメントが出てましたからね。はい、ありがとうございました。その他コヒドールさんからもいただいてました、ありがとうございました。そしてアイブスキさんからはですね、よく各局のスポーツアナウンサーがですね、今年大ブレイクの柳田有希外野手を柳田と言っておりました。たまにタクちゃんも言うよね、ごめんなさい、私も言ってました、柳田じゃなくて柳田ですよというふうにいただいてました。田なんですね。田なんです、柳田選手、あのこの柳田選手も必ずや将来あの WBC で活躍する選手ですので、皆さん柳田で、柳田、僕は何をしてるんですか三坂さん。はい、柳田で覚えてください。続きまして巨人の反省会、まあ祝勝会なんですが反省文が多いです。まずは好青年達也君、我がジャイアンツの反省は2位タイガースに7ゲーム差もつけながら日本シリーズにも参加できなかったことですかね。日本シリーズ計画と銘打ってヤフオクドームで若い看護師さんたちと合コンの予定を立てていたのに水の泡となって消え去ってしまいました。あんたの都合じゃねえか。どこの看護師さんなの。気に立ってんじゃないですか。いやいや、仲いいもんだからね、達也君とはね。僕もヤフオクドーム行けますよ、行けますよ、参加するかもしれない。ヘンゼルとグレーテルさんからいただいてます。今年の巨人はリーグ優勝したにもかかわらずクライマックスシリーズで阪神にまさかの4連敗を食らい、日本シリーズ出場を逃してしまいました。涙は多分1リットル流れたと思います。今でも流れてきそうなのでマゼンダピンク調の儀をくださいと。もう、いや、申し訳ないですが僕はもうですね、ちょっとあまりにもはらけすぎて涙ももう出なかったですね。あら、
はい、そうだったんですね。だったんです、だったんです。阪神ファンのキングタイガーさん、今年、あ、阪神ファンです。今年の巨人の反省会ですか。今年の巨人の選手の個人成績は銀河系最強軍団とは思えないほど平凡でした。でも優勝した。なぜですか。それは普段打てなくても勝負を決める一打を打てる勝負強さがありましたね。チャンスで必ずゲッツーを打ち、どうでもいいところでホームランを打つ、我が阪神の某選手とは違いますなといただいてましたね。そうなんですよ、巨人は正直優勝したけど、巨人ファンはみんな言ってるんですけど、で誰が良かったのっけっていう話なんですが、その中ですね、いただいておりますのが、どこ行ったかな、はい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 、あ、カジキまんじゅうさんですね。今年の巨人は先発中継ぎ抑え、どのピッチャーもピリッとしてませんでした。特に山口哲也投手、7年連続60試合以上の登板は肘に相当な負担が来てたんでしょうかね。山口なくして巨人の日本一なしです。ぜひ来シーズンは山口投手の復活をといただいておりました。あとですね、伊佐市の白うさぎさんからはですね、巨人のリーグ優勝の中で活躍が光ったといえば、ダイソーとして相手投手を恐怖のどん底に叩き落とした鈴木隆弘選手だと思います、うん、試合終盤の1点を争う場面で確実に盗塁を決め、点がもぎ取れるダイソーがいるというのはとても頼もしく、はい、他球団ファンからすれば羨ましく見えたのではないでしょう、もう確実に盗塁を決めるもんだから、ダイソーで、フォアボールでも何でも7回8回1塁ランナーが出た時点で鈴木が来るというので相手がビビり始めて、ピッチングが乱れるわけですよ。へー、そういうのでも乱れるんですね。やっぱりやっぱりこの二塁に走られるっていうのを意識させられてしまうので、でもね、それで足だけでここまで話題になる選手って我が巨人では相当珍しいんですよね。頑張ってほしいなと思います。松山町の工事道蔵さん、先ほどの渋谷有明祭りも来ていただいたんですけれども、はい、まだ今年が終わってないと二人で話し方でした。巨人ファン同士ですね。その他にもですね、ラジオネーム今日履くパンツがないという方からもですね、いただいておりました。今日もどれやきさん、見事にして耳たぶさん、ありがとうございました。さあ、そしてプーさんからもいただいてました。さとちゃんからもいただいてました。片身の住まい真中田ファンさんからもいただいてました。では最後でございます、はい、今日はジャイアンツとソフトバンクの祝勝会ですね。私はアンチジャイアンツなので祝勝会なんかしたくありません。葉っぱふみみさんがいただいております。あなた正直だな、あなた正直だな、はっきり言いました、ね。そこでドアラ先生クイズといただいてます。イエーイ、もうね、大人気のドアラ先生クイズですけどね。イエーイじゃなくて、本日添付した2枚の写メ、はい、2枚の写メがあるんです。私は手元に届いております、はい、ユーストリームをご覧の皆さんはですね、もうすぐ分かると思いますが、2枚の写メのうち月曜日の朝の生放送で田川陽介さんを大川陽介さんと言ってしまったのはどちらでしょうかということで、向かって右側がですね、青いコアラですね。そして向かって左側があれショートカットが似合うこのお美しい今日は青いセーター、別にショートじゃないですよ。ああでも後ろキビってるからこれキビった方、キビった方、キビってキビったアナウンサーと、ひどい。さあ、しかもこれ全然野球関係ないですよね。いや関係あるよ、ほら全然関係ないじゃないですか。ディレクターからも負けが入ってるから、それぞれ答えてもらっていいですか。さあ向かって右側の私ですよ。私が間違えましたよ。田川陽介さん、大川陽介さん、こっちはドアラです。こっち。はい、私こっちじゃないですから。ね、私こっちですから。はい、はい、ということでユーストリームをご覧くださいませ。ドアラさんと三坂さんの夢のツーショットが出てますよ。はい、以上バーブロでした。来週はどうするんですか。来週はですね、ちょっとカープ関係者の方にお話聞こうかな。わかりました。まだアポを取っておりません。予定ですね、はい。はい。このコーナーは九州量販とファミリーマートの提供でお送りしました。